昔々あるところに美しく心優しい少女が住んでいました。彼女の母親が亡くなってからしばらく経ったある日、彼女のもとへ別の女性が母親としてやってきました。この意地悪な母親にはこれまた意地悪な二人の娘がいました。この母親と二人の娘は彼女にとても辛く当たります。私たちと一緒にテーブルにつかないでおくれよ。そうよ、ここには座らないでよ。あっと、グラスが倒れてしまったわ。とっとと片付けてシンデレラ。みんなが出かけて楽しんでいる間、彼女は家で留守番をし、家の掃除をしなければなりません。みんな家では彼女をシンデレラと呼んでいました。火事に疲れた時はいつも消えかけの暖炉の火で冷えた体を温め、猫を膝に抱き座り込んでいました。ある晴れた日の朝、宮殿から知らせが届きます。国王陛下に敬意を表し、ここに全ての未婚の女性を宮殿のダンスパーティーに招待いたします。義理の母親がパーティーのために娘たちの支度をしている間、シンデレラはしぶしぶそれを手伝います。あなたが一番美しくなければならないわ。王子はあなたを好きにならなきゃね。なぜ私はいけないの？すべての未婚の女性が招待されているのに。本気なの？その服でダンスパーティーに行けるとでも思ってるのかしら。そしてついにその日がやってきました。たった一人家に取り残されたシンデレラは我慢できずに泣き出します。その時です。暖炉が明るく輝き始めました。そして光の中から美しい妖精が現れたのです。シンデレラは信じられませんでした。その妖精は彼女の母親だったからです。お母様、私の可愛い娘よ、助けに来ましたよ。あなたも宮殿のパーティーに行かなければね。本当に？どうやって？私が手伝ってあげるわ。庭から一番大きいかぼちゃを取ってきてちょうだい。そしてその猫ちゃんは7匹のネズミを急いで捕まえてきて。一振りの魔法でカボチャは美しい馬車に姿を変えました。そしてネズミたちにももう一振り。一匹は御車になり、他の6匹は美しい白馬に変身しました。さあ次はあなたの番。まるでお姫様のようだわ。だけどお母様、私踊り方も知らないし、もしダンスに誘われたら。この魔法の靴があれば一番上手に踊ることができるわよ。必ず王子とダンスを踊るのよ。ああ、これだけは忘れないでね。この魔法は真夜中ちょうどに効果がなくなってしまうから、時計が12時の鐘を打つ前に帰ってくるのよ。ありがとうお母様。12時までに帰ってくるわ。約束よ。お母様、またあなたに会えるかしら。私はいつもそばにいますよ。シンデレラが宮殿に着いた時、その気品と美しさに全ての人が目を奪われてしまいます。彼女の義理の姉さえもシンデレラだとは気づきません。そしてハンサムな王子もその美しさにすっかり魅了されていました。王様とお妃様も彼女を気に入ります。まさに彼女こそがプリンセスと呼ぶにふさわしい。王子はすぐさまシンデレラにダンスを申し込み、シンデレラは魔法の靴のおかげで優雅に踊ります。義理の母親と娘たちはその美しさに言葉を失い、嫉妬と怒りに満ちていました。シンデレラはとても幸せでした。しかし幸せな時がどれほど早く過ぎるか考えてもいません。完全に約束を忘れてしまっていたのです。時計に気づいた時、約束の12時まであと数分しかありません。王子をその場に残し、彼女は階段を駆け下ります。走っている時に魔法の靴が脱げてしまいました。それでも振り返って靴を拾い上げる暇などありません。
走り去るシンデレラの後に王子は階段に残された靴を見つけます。すぐにこの靴の持ち主を探し出すのだ。国中を駆け回ってでも彼女を見つけ出せ。家来たちは国中を探し回ります。すべての家のドアを叩き、すべての女性に靴を試してもらいますが、靴は誰にも合いません。ついに彼らはシンデレラの家にやってきます。二人の義理の姉が靴を試します。ああ、もう少し押せばきっと入るわ。そうそう、娘の足は疲れのせいで少しむくんでるんでしょう。しかし靴は二人のどちらにも合いませんでした。家来たちはその家の中にもう一人女の子がいるのを見たと言います。あそこにもう一人女の子がいるぞ。シンデレラが靴を試すとすぐに家来たちはこの靴の持ち主だと確信します。靴は彼女の足にぴったりだったからです。一緒に宮殿に来ていただけますか。王子があなたを待っています。家来たちはシンデレラを連れて宮殿へ戻ります。王子は一目見て彼女だと気づき、とても喜びます。そして王子は膝をつき、シンデレラに結婚を申し入れます。結婚してくれるかい。シンデレラは喜んですぐに王子のプロポーズを受け入れます。そして彼らは末永く幸せに暮らしました。だけど魔法が解けなかったら一体どうなっていたのかしら。私はいつもそばにいますよ。そうだわお母様、そばにいてくれるのね。昔昔あるところにケイとゲルダという名前の少年と少女が住んでいました。家が隣同士の二人は大の仲良しです。ある日ケイとゲルダは庭にバラの花を植えました。それは互いの愛を象徴するかのように二人の成長とともに育ちます。季節は秋から冬へと移りゆき、町は真っ白な雪に覆われます。寒い冬の夜、ケイとゲルダの最大の楽しみはゲルダのおばあさんのおとぎ話を聞くことでした。この雪と寒さはどこから来るの？ゲルダは尋ねます。とっても遠くからだよ。おばあさんはそう答えるとおとぎ話を始めます。あるところに雪と氷に覆われた王国がありました。魔法で建てた氷の城に雪の女王は一人で住んでいました。雪の女王はとても美しく、氷のように純粋な心を持っていました。しかし雪の女王の邪悪な心と魔法は冷たい氷の城に隠されていたのです。氷の鏡はそのうちの一つです。雪の女王はこの氷の鏡を通して世界中のあらゆる出来事を見ることができます。その時です。ゲルダは窓に映る雪の女王の姿を見つけます。ねえ見て、雪の女王が窓から私たちを見ているわ。きっと凍えた猫でも見たんだよ。おばあさん、本当にここに来られるのかしら。試してもらおうぜ。暖炉に放り込んで雪の女王を水の女王に変えてやるよ。鏡を通して雪の女王はケイが言ったことを聞いていました。お前は私を暖炉に放り込んで水の女王にしてしまうってのかい。はあ、氷のかけらよ、私の魔法と共に飛んで行け。この少年を探し出せ。彼の目と心を私に与えよ。彼の目を邪悪で満たせ。心からは愛を奪うのだ。雪の女王は氷のかけらに命じます。ゲルダの家の周辺では突然猛吹雪となり、氷のかけらは勢いを増してゲルダの家へ向かっていました。ケイは猛吹雪の様子を見ようと
窓を開けます。ゲルダは叫びます。ダメよケイ。しかし間に合いませんでした。ああ目に何かが刺さった。ああ胸が一体どうなってるんだ。こうして雪の女王の呪いは氷のかけらによって果たされ、目と心を突き刺されたケイは全くの別人へと変貌してしまったのです。ゲルダは心配して尋ねますが、ケイはただ怒鳴り散らすのみです。なんだよ、うるさい、ほっといてくれ。いつもの彼ではありませんでした。ゲルダはなぜ突然ケイが豹変してしまったのか全く訳が分かりません。ケイの態度は次の日になっても変わりませんでした。ゲルダはケイがソリを持って出かけようとするのを見て声をかけようとしますが、ケイは彼女を気にも留めずソリに飛び乗って行ってしまいました。ゲルダは走りますが追いつけません。すると突然雪の女王が乗ったソリが現れ、なんとケイは女王の後をついていきます。ゲルダはソリが吹雪に消えて何も見えなくなるまで立ち尽くしていました。そしてソリは氷の城へとたどり着いたのです。ゲルダは毎日窓際でケイが帰ってくるのを待っていました。月日が流れ寒い冬が過ぎてもケイが戻ってくる気配はありません。もう待ってられないわ。彼女は心を決め、それを知ったおばあさんが鏡をゲルダに持たせます。そしてこれが親友のケイを探すゲルダの旅の始まりです。勇敢なゲルダは長い距離を歩き続け、道行く者たちにケイを見なかったかと尋ねて回りました。彼女はやがて川岸にたどり着き辺りを見渡しますが、そこにはケイのことを知る者はいそうにもありません。次にゲルダは川に向かって尋ねてみます。しかし答えはありません。その時です、一匹のカモメがやってきました。川はあなたを助けてくれますよ。そのためには贈り物が必要です。ゲルダは大切なネックレスを取ると川へ投げ込みました。すると突然小さなボートが彼女の目の前に現れたのです。ゲルダは川が贈り物を受け入れ、ボートはそのお返しだと考えました。彼女が乗り込むとすぐボートは動き始めます。そのボートはゲルダを対岸へと導きました。そこには秘密の庭園が広がっていて、虹色の花が咲き誇っていました。ゲルダはこれほど美しい庭園を今まで見たことがありません。しかし何かが足りません。なんとそこにあるどの花も香りがしないのです。庭園の反対側からゲルダに近づいてくる女性がいます。彼女こそがこの庭園の持ち主です。私の庭園ようこそお嬢さん。ゲルダを笑顔で迎えます。するとその時ゲルダは花が再び香り始めたことに気づきました。勝手にお庭に入ってしまってごめんなさい。ゲルダは言いました。構いませんよ、さあこちらへどうぞ。長い間誰もこの庭園を訪れる人はいなかったからね。一体こんなところで何をやっていたんだい。ゲルダは探している親友のケイのことを話し、彼を知らないかと尋ねてみますが、彼女はここで見たのはゲルダだけだと言います。そうですか、私はケイを見つけるために元来た道に戻ります。庭園の主はゲルダを引き止めたかったので嘘をつきます。あ、ケイって言ったかい。そうね、見たかもしれないよ。ゲルダは事のいきさつをすべて話しました。そして雪の女王の名を出したその時、女性は突然顔色を変えて言います。雪の女王だって？彼女をここに近づけないでちょうだいよ。花の匂いがしないのは彼女のせいなんだよ。女性は突然ゲルダの髪を解きたいと言い出します。ゲルダは訳が分かりませんでしたが、女性は手を止めません。そしてゲルダはそれが魔法の櫛だと気づきます。
魔法の櫛はゲルダの楽しい思い出だけを残し、他の記憶をすべて消してしまいました。しかし女性には全く悪気はなかったのです。ゲルダが心地よい眠りから覚めた時、彼女はなぜここにいるのか、どうやって来たのか、すっかり忘れてしまっていました。しかしゲルダは女性の帽子についたバラの花を見ると、少しずつ思い出し始めます。魔法でさえも真実の愛の力にはかないません。ゲルダはどれだけその庭園にいたのか分かりませんでしたが、突然すべての記憶を取り戻します。彼女は急いで川岸へと戻ります。ボートはまだそこにありましたが、どこへ行ったらよいのか分かりません。するとそこに1羽のカラスが現れます。カラスが何かを知っているのだと感じたゲルダは後を追うことにしました。しばらくすると氷の海が目の前に現れます。そしてその中ほどに止まっている海賊船にカラスは降り立ちました。ゲルダはカラスを追って船へと乗り移ります。この海賊船で女王の城へ行くことはできますか？海賊がデッキに現れ、その中の一人がゲルダに答えます。あたいたちが行くところにあんたも行くことになるだろうね。つまりどこにも行かないよ。ちょうどその時、雪の女王はケイの過去の記憶を消し去ろうとしていました。それはあるところまではうまくいっていたのですが、ゲルダの記憶だけはどうしても消すことができません。ゲルダ、ああ、ゲルダ、どの道お前の心は冷たい氷になって全部忘れちまうのさ。ケイのことは忘れてしまうべきだと海賊の少女は言います。なぜならケイを見つけても雪の女王の城から彼を連れ出す方法がないからです。忘れられません。私は必ず彼を見つけ出します。ゲルダは答えます。海賊の少女は本当はゲルダを船にとどまらせて友達になりたかったのですが、ゲルダの意志は固く、やはりケイを探し出すことを決意します。何があっても彼を助け出すわ。友達がいない海賊の少女はその決意に心打たれ、ゲルダを手伝うことにしました。次の日の朝、海賊の少女がゲルダのためにトナカイを連れてきました。この雪の王国で最も足の速いこのトナカイはゲルダを城へと導いてくれます。その氷の魔女と捕まえてこの船も守るって約束してくれよ。約束よ、必ず恩返しをするわ。ゲルダは答えました。トナカイに乗って彼女は行きます。まずはどうやって雪の女王を倒せばよいのかを考えなければなりません。トナカイはその答えへと彼女を導きます。長旅の末、彼女たちは北極点に到達しました。そこには賢者が彼女らを待ち受けていました。それで君は鏡を持ってきたのかい？この賢者が鏡のことを知っていたことにゲルダは驚きますが、同時に彼女は自分が来るべき場所にたどり着いたのだと確信します。そして鏡を賢者に見せて言います。この鏡で女王を倒せますか？それは魔法の鏡じゃ。それがどんなに深くに隠されていても真実だけ映し出す。真実だけをじゃ。そう。私たちが持つものの中でも真の愛に勝る強さはありません。この賢者に女王のことを詳しく教えてもらったおかげで、ゲルダは真実を暴けば女王を倒すことができると知ります。事実、雪の女王は昔から邪悪だったわけではありません。愛に満ち、彼女が触れた花は咲き誇り、その笑顔は太陽のように輝いていたのです。彼女はユニークで幸せな女の子でした。名前はリラ。しかし友達は皆彼女は魔女だと思っていたので、遊ぶどころか話そうともしません。いつも一人ぼっちのリラはやがて全てのもの、全ての人への憎しみを膨らませていきます。そしてある日、こんなお願い事をします。
意地悪はみんな氷になってしまえ。そして雪で城を作り、人里離れた場所で一人、愛も喜びもない場所に住むこととなったのです。ゲルダは雪の女王の城にたどり着きます。そして中に入ると氷の彫刻を作っているケイを見つけます。ここにいたのね、やっと見つけた。ケイ、私よ、ゲルダよ、覚えてないの？ケイはゲルダを見ますが、まるで反応がありません。彼の心はここにあるものと同じように氷になってしまったのよ。ゲルダは雪の女王が何を言おうと気にも留めません。彼をほっときな。ケイは私のものさ。お前も氷に変えてやろうか。ダメよ、そんなことさせないわ。ケイ、愛してるわ。ケイは少しずつ何かを思い出し始めます。ゲルダ、ああ、すっかり思い出したよ。怒り狂った女王は瞬く間に魔法の杖を振りかざし、呪いの氷を解き放ちます。すぐさまゲルダは手にした鏡を取り出します。すると呪いの氷は消えてなくなってしまいました。そしてその時が来ます。雪の女王はゲルダの鏡を見ます。そこに映っているのは邪悪な雪の女王ではなく、純粋で無垢な少女リラでした。その瞬間、雪の女王の姿は小さな愛すべきリラに戻りました。ありがとう、本当の自分を見つけたわ。自由になれたの、ありがとう。ケイとゲルダは見つめ合い微笑みます。それからというもの、二人は二度と離れることはありません。まるで二人が植えたあのバラの花のように、いつまでも一緒です。